はい、半分だけ取りました。こっち半分だけ。そんなに変わるか。目の周りのくすみがひどいですね。私が思うフラのメイクっていうのは、なんかがっつりそのカットクリースとか、あの社交ダンスのメイクみたいにカットクリース入れて、アイカラーがっつりこのアイホールの上にも入れてって、そこまで幅広くこう入れずに、色を入れたりアイライン引いたりとかするのも、ダブルラインまで、二重のラインまでの方がいいかな、スマートかなってすごく思っていて、うん、で眉毛とかも自然なちょっと長めとかのアーチ型ではっきりめに、まあ、透明なので眉毛ははっきりめに描いた方がいいと思うんですけども、あんまり太くはしない方がいいかなと思って太くしてないですね、うん、で赤のリップつけないといけない、なんか決まりがあるんですかね、なんか踊りとかによって赤のリップつけないといけないとか、フラダンスも赤のリップつけてる人もいれば、ナチュラルな色つけてる人いると思うんですけど、私今日ちょっとこの目元をターコイズブルーみたいな色にしたんですね。ちょっとくすんでもう今紺色みたいに見えてるんですけど、なのでチークとリップはオレンジっぽい感じ、なんかフラのイメージってすごいかっこいいっていうよりかは、こう柔らかい優しいハッピーオーラが出てる方が素敵だなと思うので、こういう配色にしました。これでちょっと赤とか持ってくると、赤でもまあおかしくはないんですけども、オレンジベージュみたいな、オレンジかな、うん、なんか元気な色、はい、がいいかなと思ってこんな配色にしました。ちょっとこっちを仕上げてみますね。こっちはベースまで塗っております。はい、でベースは崩れないベースの方がいいので、水を吹きかけて弾くタイプ。今日はカバーマークのこちらのモイスチュアクリアベースっていう下地を使ってます。もうちょっと足しますね。かなり白くなんか見えるんですけど、お粉もねそんなに白いものを使ってないんですけど、で、がっつりカバーしたい時は同じカバーマークのこちらのモイスチャーベールクリーミーリキッドっていうね、こちらのファンデーション塗るとしっかりカバーできますし、全然崩れないです。はい、私はねそこまでちょっとねがっつり今日はカバーしなくていいかなと思ったので、このシャネルのレベージュっていう、そこまで明るくない色味なんですけども、これを塗ってますので、反対側も同じこれぐらいの色ですね。はい、これを塗っていきます。ある程度伸ばしたらスポンジで叩いていきます。ですね、目の下もうちょっと出していきますね。クマさんをカバーします。はい、この状態でお粉はチャコットの761です。ナチュラルっていうねベージュっぽいお色です。こんな感じ。はい、これをパフにとってまずはしっかり押さえていきます。
目の下しっかり押さえますね。はい、そしてしっかりはたきます、払います。軽くコントアリングしていきますね。軽く鍵をつけていきます。そしてですね、まず明るい色だけをのせると深みが出ないので、黒ブラックをまず使ってアイラインの太いものみたいにね、描いていきます。チップに取ります。こうやってチップに取って目尻から目頭に向かって、これ太くなって大丈夫なのでこんな感じで入れますね。で、下も目頭までこうやって入れます。ポイントは目尻の終点がもともとある目尻よりもだいぶ外側にしてください。はい、そして今日これあのセリアのアイシャドウなんですけれども、このターコイズブルーが綺麗かったのでこれをですね筆に取って手の甲でなじませて、この今入れたこのブラックの上に重ねて塗ってください。線をまたいで少しはみ出すような感じで塗ります。はい、で下もいきますね。こんな感じ。これだけでちょっとなんか人前に立つ時のメイクかなっていう感じになると思うんですよ。はい、横長にちょっと広めに描いてます。そしてビューラーしますね。ビューラーします。そして、黒色のリキッドアイラインでアイライン引きます。でつけまつげつけますのでちょっと太めに引いていただいて大丈夫です。2ミリぐらい、2ミリは太いな、1ミリぐらい、まつげの生え際から1ミリぐらいで自分の持ってる目尻のところまで来たらだんだん上げていってください。こんな感じで、これでもちょっとね、こんな感じ。下もね、ある程度いきますよ。中心から目尻が逃がします。こうやって、わかりますか？はい、囲まないようにしますね。で、目頭にちょんと置きます。ちょっと切開ライン、少しだけこんな感じでちょんと入れて作りますね。はい、ちょっと待ってくださいね。この際がまつげの生えてる根元ね、ここにしっかり黒を入れていきます。これはマックのテクナコールっていう黒なんですけど、あ、黒いペンシルアイライナーなんですけれども、ちょっと太めのアイライナーですね。にじまない太めのアイライナーだったら大丈夫です。こんな感じで、目の下につけまつげも取れるんちゃうかなって思ってしまうから、リキッドアイライナーで、あ、どこ行った、これを逃がしました。
なじました。そしてちょっと引っ張って細めに皮膚にこうやって描きます。まつげであろうものをまつげに見えるように赤っ。見えてないですこれ私野蛮なんで、はいこんな感じです。であのまつげなんですけど、つけまつげつけるんですけど、しっかりこう支えとしてね、地まつげをね支えとしてつけまつげを保ちたいので、この透明の下地をつけておきます。マスカラでもいいんですけど、マスカラだとちょっと重たくなると思うので透明の下地をつけましょう。そして乾いたらまたグッと上げますからの、ま、あのつけまつげつけていきます。その間に眉毛はなんかちょっとその辺にあったアイブロウペンシルです。これ、100均かな、セリアのアイブロウペンシル、柔らかい茶色です。これこんな色、はい、これでちょっと細めのアーチにしてます。今回はそんなに力入れずにだんだん濃くしていきますね。なんかあの舞台メイクとか、そのなんだろうな、バレエのメイクとか、ベリーダンスのメイクね、ダンスメイクとかってシンクロのメイクもそうですけど、ちょっとなんか濃すぎませんか私個人的な意見なんですけど、濃いっていうかちょっとなんか作りすぎてるんじゃないかなと思って、もうちょっとなんかな、やりすぎ感が出て、宇宙人とか、なんか宇宙人って言ったら失礼な、怒られるわ。なんかね、あんまりここにシンクロのメイクとか見てても女性らしさがないなと思うので、もうちょっと普通でいいかなって私は思うんですよね。だからもうちょっとマイナスして引き算して、引くとこ引いたらすごい良くなるのになと思って。フィギュアスケートなんか最近めっちゃ良くなってますよね。なんかね、ナチュラルになってきてますよね。なんか舞台メイクとかダンスメイクっていうと、もうアイシャドウは青みたいな、水色みたいな、水色黒ピンク赤みたいな感じシュッみたいな感じ、うん、壊れてきた、うん、なんかねちょっと、うん、こんな気がする橋本でございます。これ前から思ってるんですけどね。で今回はこれね、あえて茶色にしました。なんか本当にフラって優しいイメージなんですよね、私の中で。なんかあんまりやりすぎない方が、ごめんなさい、あんまり何も調べずに書いておりますが、なんかそういうの聞いたこともあるし、フラ習ってる人からもなんか何やったかな、なんか奥深いんですよねフラダンスって。あ、でダンスって全部そうか。チークはこれ100均のユーアグラムの何番ですかね、オレンジ。ただこれすごいパールが入っているので、なんかね飛ぶんです、なんていうかな、ツヤにしか出ないので。チークはロレアルのチークの10番ですね、オレンジ色です。でこれそこまでギラギラなパールではなくて、しっかりこのオレンジ色がふわっと出るのでいいかと思います。オレンジピンクみたいな色、はい、こっちも出しとこう。これも橋本の考えなんですけど、なんかここから濃い入れないとダメみたいなことになってませんか、チーク。あれも
ことはないと思うんですよね。プラかっこよく見せるときは別ですよ。かっこよく見せるときはもちろんその鋭角にチークをこのような形でね、このような位置にこう このここからね、まっすぐストレートに入れたりするときももちろんあるんですけど、そんな頑張らんでもいいかなってちょっと私は思います。はい、つけまつげいきますね。つけまつげはおすすめ、これでこっちつけてるのもそうなんですけど、この益若つばさちゃんのこれです。人気ナンバーワンって書いてますけど、これがいろいろ使ったんですよ自分で。あの仕事用ではね何個か持ってるんですけど、自分でちょっとボリュームアップしたい時にこれが一番、この真ん中が太くなってるやつ、はい、これが一番いいですね。でのりも私は益若つばさちゃんのドーリーウィンクを使っておりますが、またどこかに行きました。ここ今ぐちゃぐちゃなんですよ。皆さん見えないと思いますけど、このですね根元ね、ここね、ここに塗りますよ。こんな感じで根元に今白く塗りました。でこれがですね、すぐつけないで半透明になるまでしっかり乾かします。塗りたてはベチョベチョしてくっつかないので、必ず半透明になるまで半乾きにします。涙出てきたわ。はい、いきますよ。乾いたんでつけます。あんまり目頭側に寄せすぎると、目を開けた時にねグッと目頭に入ってチクチクして痛いんですよ。なので開けた状態で3ミリぐらいは、あの2、3ミリはあの目頭から避けた方がいいですね。でまず真ん中に置きます。ちょっと真ん中置く、目尻置く、目頭置く、見えてましたか、すいません、暗かったかな。でまつげ掴んでぐっと根元こうやって定着させてください。で目を開けた状態で、あの目頭とかがなんかチクチクとかこそばい感じがなければ大丈夫です。はい、こんな感じでございます。でリップですね。リップは今塗ってるのはゴールドっぽい色なんです。こんな色なんです。これだけだとちょっと薄いなって思う人は、下地に赤っぽい色を、例えばティント系の赤っぽい色とかをつけてから塗ってください。最近出たこれでもいいですね、セザンヌのこのティントリップ、これをつけます。ちょっと置いときます。で押さえます。でこの上からニュアンスカラーのこのゴールド塗ってもいいと思います。リップはねオーバー目の方が絶対いいと思いますので、感じです。これもし赤を持ってくる場合ですね、赤塗ってみますね。
これがおすすめ。資生堂のリップスティックハイパーレッドっていう色なんですけども、514番、これがですね、見た感じちょっと朱赤っぽいんですけど本当に真っ赤なんですよ。でめちゃくちゃ月がいいんですね。ちょっとあのなぞっただけでこれぐらいつくんで、ちょっと一回つけてみますね。これがね本当に綺麗に発色します。舞台でもあの映えると思います。こんな感じです。これぼかしてないんですけど、綺麗くないですかこの赤。これステージでは映えると思います。おすすめです。はい、あの普段の花嫁さんにもこのままでは使わないんですけど、ちょっと抑えたりとかして輪郭ぼかしたりとかして結構使ってます。あのはっきり色を出したいっていう方には使ってますね。こんな感じ。ちょっとこうパーカーなんでね、イメージが湧かないかもしれないですけど、おすすめです。はい、こんな感じでした。衣装はちょっとすいません、あの遠慮させていただいてこれで締めたいと思います。あのサムネのあれ頑張って撮ったんですけども、ちょっと絶対着たくないと思って、もうはいすいませんまあこれにあれか、あ花ですよね。ちょっとプルメリアが ないんですよ。白の花がなくて、あでも赤つけるとやっぱり目元はブルーとかじゃない方がいいですよね。フラの場合はオレンジとかの方がいいかもしれない、うんって私は思いますね。赤とブルーってなると結構なんですかね、あの社交ダンスとかにイメージな感じでした。はい、参考になりましたでしょうか絶対普段ではこんなんしないんですけど、私昔あのベリーダンスの方のメイクとかもさせていただいてましたし、ずっと昔からお付き合いのある今はもう70代の方なんですけれども、その方めちゃくちゃあの歌が上手でシャンソン歌手の方なんですよね。その方のメイクもさせていただいて、まだ今現役でもされてるんですけど、コロナで最近全然歌ってらっしゃらないんですけれども、何かあったらあのさせていただいてるので、まあ、舞台メイクもあの経験はあるので、また何でも聞いていただけたらなって思います。はい、ありがとうございました。またお願いいたします。怖い。